浜地文平2月22日昭和61年6月21日は昭和期の日本の政治家、衆議院議員、工学館大学理事長などを務めた、三重県渡来郡、吉村出身、伊勢渡来郡、吉村の官村で貧農の出身、三重県市範学校を卒業、その後、郷里の吉小学校の教団に立っていた。 戦前からの政治家で戦前派大義士であった。30歳で、吉村長に就任。その後、港町長を経て、三重県議会議員を4期務める。昭和12年の第20回衆議院議員総選挙に、三重県第2区から立憲政友会公認で立候補して初当選。その後通算8回総選挙に当選した。衆議院予算委員会委員、運輸政務次官。 災害対策特別委員長、衆議院懲罰委員長、自由民主党総務委員長、地方行政委員長、自由民主党財務委員、衆議院農林水産委員長などの要職を歴任。水産業界に造形が深く水産団体などの重要な役職についている、水産族で、また保守的な文教族としてならした。趣味も多彩で、書道、追筆、炭価専門で、 単価は、ホタルクと合衆化州強く差があり、人生考慮の著作がある。戦後も、公職追放期間中を除き長く議員の職にあり、昭和41年君一等追放賞を受賞。これを機に、当時三十県議会議員だった、藤波隆夫を後継に指名し、政界を引退した。また、新党に造形が深く、昭和55年に、井の広の後を受けて、 工学館大学理事長に就任し、昭和57年まで務めた。昭和61年6月21日、93歳にて死亡。ありがとうございます。